はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、P06 は実現するのかなということでね、チャージ式3点バーストというね、特徴を持っているこの P06 というね、スナイパーライフルがね、あと50年、100年ぐらいで実現するかというものをね、考えていきたいと思います。考えていくポイントはね、チャージ式3点バーストですね。その2点です。で、まあ、セミアオートのね、ブルバップスナイパーっていうのは実現しているので、まあ、そこはいいでしょうという感じですね。で、チャージ式っていうのはね、まあ、簡単に言うと、この射撃ボタンを押してから発射されるまでのね、時間差です。チャージ式、それ時間差があること、ある銃がチャージ式の銃ってことですね。デスティニーとかだと、フュージョンライフルがそうですね。デスティニーっていうゲームを皆さん知ってるかどうか僕は分かりませんが、そういうゲームです。で、これのね、この時間とほぼ似たような概念が実銃の世界にもありまして、ロックタイムって時間です。で、ロックタイムっていうのは、まあ、これは嘘なんですが、まあ、分かりやすいように嘘も若干入りつつ説明すると、トリガーを引いてから、弾が発射されるまでの時間差のことですね。まあ、これは嘘なので、まあ、世の中にそんなに広めたくないんですが、まあ、そんな数字です。で、基本的に短い方がいいというふうに言われてますね。で、まあ、我々日本人に馴染みがあるやつで言うと、エアガンとかだと、まあ、普通のね、エアガンとかガスガンは短いですね。電動ガンは、ロックタイム長いですね。ウィーンってモーターが動いてるあの時間がロックタイムなので、ロックタイム長いです。で、ロックタイムっていうのはね、さっきから射撃されるまでの時間だって言ってますが、それは嘘だって言ってて、じゃあ何なんだよっていうふうに思うでしょう、みんなきっと。で、何かというと、実際はですね、引き金を引いて、実銃の話ですね。実銃で引き金を引いて、中身の視野とか逆光ってパーツですね、日本語で言うと。それが動いて、ハンマーがリリースされ、で、ファイアリングピンを叩いて、ファイアリングピンが前進し、まあ、弾薬の底にね、ついてる雷管、アンビルっていうパーツですね。そこを撃って、撃発されるまでの時間ですね。要するに火薬が燃焼する直前の時間までですよ、要するに。で、じゃあどのくらいの時間だよっていうとですね、1000分の4秒とかです。1000分の4秒から6秒ぐらいが普通のライフルで、カスタムされた銃でね、1000分の2秒とかですね。で、まあ、なんでこれが重要かっていうとですね、まあ、人間は止まることができません。0.1秒もね、この人間という生き物はですね、止まってられないんですね、困ったことに。で、銃っていうのものもね、また止まることがありません。なんか知らないけど常に揺れてんだよねっていうのが本当の銃ですね。本当の銃っていうか、人間が持っている銃の姿ですね。止まって見えるけど止まってないんだっていう、そういうことです。で、ロックタイムが長い銃っていうのはですね、どんな銃かっていうと、64式とかウージーですね。64、うちの国が持っている64式小銃とか、ウージー3マシンガンが、ロックタイム長い銃です。で、64式小銃の方がはるかに問題ですね。なんでかっていうと、光線距離が長いからです。なんか FPS とかやってるとね、遠距離戦の方が時間に余裕があるから、なんかロックタイム長くても発射されるまでにラグがあってもなんかいけんじゃねっていうふうに思うかもしれませんが、実際はそんなことなくて、まあ、もちろん長すぎればさ、銃としてポンコツだっていうだけなので、いいんですけど、それはそれで64式みたいな銃の方がはるかに問題です。なんでかっていうと、まあ、ロックタイムっていうのはね、発射されるまでの時間差なので、人間は止まることができないのに、発射されるまでの時間に差があると、トリガーを引いた、俺は止まってると思ってる、でも実際はちょっと動いてる、そのちょっと動いてる時間が長ければ長いほど、わけわからない場所に弾飛んでくるので、スナイパーライフルみたいにね、あと狂犬用のね、ライフル銃みたいに、ああいう細かいものをね、精密に撃つ銃の方が6タイムは短くあるべきなんですね。あるべきだし、実際そういうふうに短くなっています。僕のね、持ってるですね、プレイ射撃のショットガンみたいなやつですね。まあ、ちゃんとね、オリンピック級のやつちゃんとしてるだろうけど、僕が持ってるショットガンは超ポンコツです。ロックタイム実際測るのはそう簡単にできないので測れませんが、ファイアリングピンもゴミだし、なんかね、まあ、壊れてはいないけど、壊れてたら問題だよ。てか法的に問題だよ。壊れてはいないんだけど、まあ、かなりボロいっていうのは間違いないですね。うちの銃はゴミです。で、まあ、それはどうでもいいとして、まあ、ロックタイムっていうのはね、激震とかバネ、激震を支えてるバネとか、ハンマーのバネとかを改良して、強いものに車両化して短くしてるわけですね。まあ、あと、ファイアリングピンのね、材質を変えたりとかして短くしてます。で、ロックタイムっていうのはね、とにかく短くないとスナイパーライフルとしてゴミなんですが、まあ、ゼロだとね、ビームライフルみたいに、ゼロ、ビームライフルを、まあ、ロックタイムゼロにできるので、ビームライフルは火薬使ってないしね、電気だけで動くので、ゼロにできるんですが、ほぼ限りない。ゼロだとね、今度なかなか当たらないって言われてます。なんでかっていうと、人間は6タイムのね、その自分が持ってる銃にね、6タイム慣れてしまうので、ゼロだと今度ね、なんか狂うんだろうね、人間の感覚っていうのがね。そんな理由でですね、ロックタイムっていうのはこの世に存在する不思議な時間ですね。銃のトリガーを引いてから発射されるまでの時間ということです。
ね、6タイムを長くするっていうのもね、64式は意図的にね、64式少女そういう風になってますが、特に意味のないことです。世界中でね、6タイムをわざとね、遅らせてる銃なんてね、64式ぐらいだなと思いますし、まあ、とにかく短い方がいいので、まあ、このチャージ式っていうのはですね、実現しません。そもそもだってどうやってチャージ式にするんだよって話ですね。そういう感じですね。どういう風にして6タイムを意図的に遅らせることができるだろうっていうのも謎ですし、まあ、それが今度は安定した数字、要するに常に 0.1 秒、0.11 秒でも 0.12 秒でも 0.09 秒にもなってはいけない、常に 0.1 秒であり続けることっていう技術を作るのもまず無理なので、まあ、結局実現しないっていう、そういうことですね。で、高速3点バーストなんですが、これはきっと実現するかもしれません。このね、高速で3点バーストすると、まず貫通力が上がります。防弾チョッキ、フラグメンテーションベストは基本的に、同じ場所に何回も物が当たるとですね、まあ、どんなものでもそうですが、同じ場所にね、何回も物が当たるとぶっ壊れます。貫通します。で、ケブラ繊維とかだと特にそうですが、ケブラ繊維の場合膨らむので、ケブラ繊維が。近くに当たってもダメですね。で、まあ、ケブラのベストとかだいぶ古い感じがしますが、まあ、要するに高速で発射すればするほど、まあ、高速でね、2発3発、まあアバカンだと2発ですね、AN94 みたいな2発だし、まあ高速で発射すれば、まあ2発がね、同時に人に着弾したりとか、ターゲットに着弾したりとか、まああとは偶然ね、まあ大体人間連射するとさすがに銃ぶれますから、最初の1発目はね、綺麗に撃てるわけですけど、その綺麗に配信に撃った1発目で当てられる可能性、どっちかが当たる可能性っていうのがね、高くなるわけですね、2発で撃てば。まあ、そんな理由でですね、高速でバーストすると、まあ反動がね、人間に体に伝わる前に発射されるのでいいんですが、まあ貫通力とか人間へのダメージとか、そういう点でね、いいわけなんですが、まあ、いかんせんですね、G11 も実現しなかったし、アバカンもね、ワイヤーとか使ってるわけわからない中身ですから、まあ実現したけど、そこはちょっとだけ限定的に実現したけど、結局全然流行らないっていうね、うん、それがどういう理由で流行らないのかっていうのは難しいですよね。まあ技術的に難しいから流行らないのか、それとも弾消費しまくるし、まあもし技術的に簡単だとしても、まあ、そんないちいちする必要なくねっていう理由で復旧してないのか、そこはまだね、結局アバカンしか、要するに中身が超複雑なアバカン君しかいないので分かりませんが、まあね、きっとね、やっぱり3点バーストとかでね、あの高速で2100レートとかで打ち出したいっていうね、まあ企画はあるので昔からというか G11 の頃からあるので、まあもし技術とかがより洗練されればね、まあ、高速3点バースト実現するんじゃないかな、2点バースト実現するんじゃないかなということですね。はい、というわけでね、そろそろ尺の方も迫ってきたので、終わりたいと思います。はい、というわけでね、今回のね P06 が実現するのかというね、この動画いかがだったでしょうか。この動画ね、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング中の人でした。This video is brought to you by G2A.com.